今夜はタロットの練習として、YouTube ですごくブレイクしているホーラー蓮華さんっていうタロット占いの方について占ってみたいと思います。とても声がいいっていうか、まあ、オーラもあるし、だからタロットもなかなかいいこと言ってるし、とても気になるので、どんな方かなと思って占ってみようと思います。では、そうですね、3つのタロットを使って占います。まず、テンプレキシタンカードで、ケルト式でやります。まずは現状の裏付け。そして、次に、ジプシーカードでやります。次が現状を見てみましょう。それから、次は何を占うかというと、妨害とか、あとは援助とかそういう意味の、次の引いてみましょう。それから、次が顕在意識。顕在意識を見てみましょう。それから次が潜在意識。潜在意識。そして、何か面白いですね、これ。人物が多い。次が、最初使ったのが、テンプルキッチャンカードで、で、その次がジプシーカードで、その次がケルトカードで、で、ジュングリニ、これがテンプルキッチャンカードで、ジプシーカードで、今、ケルトカードを引きます。次は、近い将来ですね。それから、その次が、過去を見てみましょう。それから、立場の、立場の裏付けの場所に、フェルトで、占います。それから次に、次は何だろう、次はテンプルキッチャンカード。立場、それから次は何をするかというと、ジプシーカードで周りの人たちっていうか、周囲っていう場所にリプチカードを置きます。それからリプチカードの次がケルトカードですね。願望とか、それから恐れを占う場所にこれを置きます。それから最後、これがケルトだから、今度ジプシーカードはもうやったので、テンプレキシタンですね。最終結果です。最終結果のところが、これはインジャーのカード。では最初のところを見てみましょう。現状の今、どうしてこの現状にあるかっていう理由で。
それは恋人のカードの逆位置です。恋人のカードの逆位置、どうしてこういう現状だったかっていう理由ね。何か今あの現状の理由がちょっとアイデアに問題があるとか、ちょっと問題があるとかいうこととか、ちょっと精神的に考えすぎて疲れているとか、そういう意味のカードです。逆なのでね、これ。あとはちょっと意見が対立している人がいるっていうことです、周りに。あとは多趣味だけれどもちょっと中途半端になってしまうので気をつけましょうっていうこととか、計画通りにいかないっていう意味のあるカードですね。そう、ちょっと信頼できる友人がいないっていうことも言われています。それが原因ね、今の現状の原因で、現状っていうのはこれですね。これは力のカード。だから、でも現状は強いってこと。そういうあの原因があっての今なんですけど、力のカード出てますね。でも困難とか反対とか周りにあるんですけど、それに逃げずやってますっていうことが、そう言われてます。そしてまあ勇気を持ってチャレンジをしていますっていう意味があるカードです。あと実力を発揮しています。根性で、あの、そう、成績アップっていうことが言われてます。健康に恵まれていますっていうこととか、ブランド志向があってそれがとても合っていますっていうことが主に書かれてますね。だから、まあ、ゴールドのアクセサリーが大吉となりますっていうアドバイスがあります。それから旅は豪華な、そういう旅が合っていますとか言われてますね。あと難しいことにチャレンジするっていうカードでもあります、これはね。あと諦めず努力し続けてくださいっていうアドバイスが見ています。で、男性的な女性っていう意味のカードでもありますね、これ。これは現状のカードですね。それから次行ってみましょう。これが援助とか、あと妨害のカードなんだけど、これは12番なので釣られた男の逆位置です。何か妨害があるみたいな、ちょっと裏切られるみたいなことが言われてます。あとは小さな失敗にくよくよすぎるっていう意味もあるカードですね、これ。でちょっとそう、不眠症になるっていう意味もある。あとはちょっと事故に遭うとかね、これがちょっと妨害のところに出てます。でこれ逆位置で出てるから、あの援助っていうよりもむしろあの妨害の方に、そう、そういうところを見ることになっちゃいますね、これ。なぜならこのカードって、あのいいカードじゃないから、あのあまり援助とかそういうことはあまり出てこないっていうか、それでせっかく払った犠牲も裏目に出てしまいますっていうことが言われていたり、あと見込み違いっていうカードなんですね。それが妨害のところに出ていました。あとは顕在意識を見てみましょう。それは2番の、これは女教皇の逆なんですね。これが女教皇逆位置、顕在意識ね、これ。ちょっと何か嫌な目にあっていて、相手の行為をすごく嫌だって感じてるっていう、それが顕在意識にあったり、あと
ちょっと仕事とか勉強に集中できないような事件が起こったみたいなことが、人間関係にトラブルがあるとか、そう、あとはまあそうですね、喧嘩っていう意味もあるカードですね。孤立するとかね。で、常識外れな言葉で失敗することがあるんで気をつけてくださいっていうことがアドバイスなんですけど、そういうのもね、潜在意識の中に、あ、自分はなんか今ちょっと言い過ぎちゃったかなとか、常識外れな言動をしたかなっていうことが潜在の中にあります。あとは女性とか後輩とかに裏切られるっていうカードでもありますね、これ。潜在意識でそういう何か問題を抱えててちょっと悩んでるみたいな。あとは潜在ではどうでしょう。潜在っていうのはもっと大切な意味があるので、潜在がそうでも潜在意識が良ければなんとかなるんですよね。では潜在意識ではエンペラーなのでいいですね、これ。リーダーになるとか、そういう潜在意識の中にありますね、それは。あと会社を大きくするとか、昇格するとか、そう、会社を辞めて独立するとかいう意味もあります、このカードには。で、そういう肯定のカードね。で、あとは中心役になるとか、あとは男性のエスコートによる旅をしますっていうことも言われてます。まあ潜在意識の中にそういうのがあるから、願望とか、あとはちょっと冒険をしてみたいなとか、で中心人物に近づいて可愛がられるっていう、そういう願望とか希望が心の中にあるっていうことですかね、これは。はい、これは何だっけ、これはもう見たので、こっちかな。近い将来はどうなるでしょう。これは魔術師の逆なので、魔術師の逆、近い将来はどうなるかっていうと、割とくよくよしちゃうとか、そういうカードですね、これは。そう、あとアイディアに問題があるとか、ちょっと仕事に必要な知識の不足とか、書類とか連絡上のミスがありますみたいな、ちょっとネガティブなカードですね、裏に出ると。逆位置に出ると、でちょっと集中力に欠けるとか、そういうことが言われています。それから事故に気をつけてくださいっていうことが言われてますね。あと、相手を批判すぎるっていう、それも言われてます。あとは、どれにしたらよいか迷うとかね。そういう、ちょっと、近い将来、迷いのカードですね。あとは、これ、過去かな？過去は、悪いカード、これなんだろう、タワーのカードが過去には何かあったっていう、そう、何か失敗をするとか、仲間と、仕事仲間と喧嘩をするとか、あとは周囲の反感を買うとか、それ過去ね、トラブルがあるとか、あと自信喪失とか、破壊的事件が起こるとか、そういう過去がありました。あと自分の手で物事をぶち壊すとかいう意味もあるカードですね、これ。失敗とかね。では次を見てみましょう。これは立場の裏付けのカードですね。立場の裏付けは15番の逆位置。どうして今の立場にあるかっていう、悪い状況が去って今の立場になりました。そして悩みは吹っ切りました。
徐々に回復しています。それから最悪の事態から徐々に好転していますっていう、そういう理由があって、あと金銭苦から解放されましたみたいな、自立心を持つとか、そういう、理由から今の立場があります。そしてじゃあ立場ね、今の立場を見てみましょう。それは17番の逆位置、今の立場は、今の立場はね、ちょっとね、そう、主張が強すぎるっていうのが今の立場で、おかげで周囲の人と対立してしまいますとか、あとちょっと神経の疲労があるとか、あとは、仲間外れになるっていう意味もあるカードですね、これ。そう、今の立場。そして、状況が悪化するっていう、風変わりすぎて敬遠されるとかね、そういうことが言われています。何事もやりすぎるのは注意しましょうっていうことがアドバイスですね、これ。次は、戻して、次は、周囲のことについて見てみましょう。周囲は、これは20番のカードですね。審判のカード。周囲はどんな感じかっていうと、奇跡が起こりますっていうことが言われてます。あと、そう。周囲ね。周りの人たちはいい人たちが多いみたいなことが言われてますね。あとは、周りの人たちの過ちなどがあったんですけど、それを許すとか、そういうカードですね、これ。あと、仲直りしましたとか。再び好調になるとか、周りの人たちとはちょっと、そうですね、過ちを起こした人がいたみたいだけども、なんとかこう、そう、奇跡的に仲直りするっていう、そういうことが言われています。あとは、趣味のところは、異性の同行者と旅をするといいでしょうとか、レジャーをするといいでしょうとか。とは言われています。あと、占いとか神秘学、心理学が合っていますっていうことは、周りの人たちはそういうサークルっていうか、そういう人たちに囲まれてるっていう感じかな。では次いきます。これは願望のところ、願望は2番の女教皇、さっき出ましたよね、女教皇って、同じカード、今度は政治で出ています。願望は、そう、目上の人の引き立てがあればいいなっていうのが願望ですね。あとは、そう、ちょっと願望ね、ちょっと一人の時間を持ってじっくり考えたいなっていうのが願望ですね。あとは、理性的な女性に相談を持ちかけるとかね、そういう願いがあります。あとは、仕事もうまくいきますようにっていうこととか、あと、そう、目上の人の引き立てが必要だっていうのはね、それは言われてますね。それを望んでるってことが。はい。では、最終結果見てみましょう。最終結果は、忍者の聖地です。忍者は、最終結果はちょっと毎日の努力をして、規則を守って、で、静かな環境の中で、仕事をしますっていうのが、最終結果のところで書かれてますね。それから、自然を求めてちょっと人の少ないところへの旅が良いです。あと、小説を書くのも良いです。気持ちを整えることを重視する生活をしてください。
あと分別のある大人の意見を聞くとか、孤独を楽しむとか、そういうカードですね、これ。そう。で、まあ、恋愛は、お互いの立場を考えて交際する大人の恋となります。それから、まあ、全部言ったかな、あとは。とにかく規則正しい生活をしていると良いことがあるでしょう。そう、不規則にならないように。そんな感じかな。とても静かなカードですね、最後は。ちょっと、ね。何も、波風の立たないような、すごく静かな、心理への探求みたいなカードですね、これは。はい、そんな感じで、まあ、スピリチュアル的な方には合ってるものだと思います、それ。では、これで終わりにしたいと思います。チャオ。